お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらの大流行したね、キョロイデッキやっていきたいと思います。さあ、懐かしいデッキだと思うんですけど、これでね、今マルチ上がってる人がいたんすよ。この方がね、83行ってました。そうなので、ちょっと僕8000行ったんすよ。今期これ8000行ったんすけど、あ、落ちました。はい、なので戻したいと思います。ちょっとキョロイの力を借りてね、はい、やっていきたいと思います。で、8000は、何で行ったかっていうと、ホグで行きました。KK がね、なんか、アチャクイホグみたいな、そう、使ってて、テスラ型のね、そう、高回転のホグで行きました。いや、なんかね、メガナイトとかで全然勝てないんですよ。そう、得意なんですけどね、僕にとってはメガナイト。なぜか、ホグの方がこう、もう、仕上がっちゃってるっていう。さあ、ということで。今回相手は、ペッコーじゃないか。エレキの、工場なので、さあ、ペッカ工場っぽいですね。いや、マジで、マルチ上位、ペッカやばいっすよ。多すぎやろっていうぐらい、ペッカいるんで、マジびっくりするぐらい。よいしょ。さあ、まあ今回は、まあスケとかがないからな、このデッキ。でも、基本的に、守っていいと思いますね。まあ、キョスケで圧着受ければいいか。そうかね、キョスケもね、いや、強いわけではないと思うんですけど、今の世界1位の人も、キョスケホグだったりとか、日本人でキョスケバルーンでトラ上がってる人もいたりとか、なんか、キョスケ別に強いわけじゃないんですよ。強いわけじゃないんですけど、アチャクイに刺さるのか、ちょっと何かわかんないんですけど、そう、勝ってる人がね、いますね、キョスケで。さあ、キングケドしてあげて、いや、行きてえなー、ロイ。まあまあまあ。で、ロイ飛ばすタイミングは、まあ、ペッカを抑えたらか、あとはもう一個がエレキがいないタイミングがいいですね。エレキってめちゃくちゃ防衛優秀なんですよ、こいつ。だからエレキ低めで受けられるだけで全然攻めが通んないんでね。まあでもこれさ、すげえ、圧着い嫌だよね、このデッキ。まあ環境のメガラムとかには多分強いんだろうね。ロイホグにはね、負けてましたね、すごい。さあ、キョスケのフィジカル受け。よいしょ。さあ、僕はね、もう、少々ダメージ受けるしかないので、まあ、その代わりみたいなとこない。キョスケ巻いて受けないといけないですからね。さあ、代わりにね、代わりにというか攻めてあげて。で、ザッピーは5打たれちゃうかな。まあ、5打たれたら打たれたっすよ。まあ、エレキからやってもよかったかな。さあ、エレキが痛い。いやー、ペッカちょっときついな。圧着衣がきついっすね。まあまあ。まあ、最悪僕クエイク削りできるんで、守れるならね。守れない。やめて。ザップが怖いっすよね。さあ。いやー、圧着衣が強い。これでもさ、形めっちゃ良くない？あー、ペッカ出してきましたね。いやー、これ右か？すげえ生きてえな。それ攻めたくなるっすね。この形がなんか組めそうなので、これで食っていこう。お？あれあれ。で、こっちに、よいしょ。結構いいんじゃない？取れたら引っ張ったりしかも。お？頑張れるよ。頑張れとる。おー、キョスケが入る。いや、めっちゃめっちゃめっちゃ、この、キョスケプラスのユニットの攻めと、逆のね、攻め。よいしょ。ダメージ一気に追い上げた。追い上げたどこでじゃねえ。大逆転。でかい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 。さあ、ここはしっかり防衛からいかないと。いや、キョスケレンガしちゃおうかな。なんかキョスケのこの安心感あるんですよね。出してると。これペッカ出したら逆サイロー行けばいいんで。これ行っていいっすね。相手来ても速さ勝負しても僕。速さ勝負じゃなかった。やばい。待って、下手。あ、でも、トリト！お前！ナイス！ナイス、ナイス、ナイス！よくやった、よくやった。オッケー、これは、さすがに、時間稼いで。オッケー！さあ、危ねえ。クイークがね、施設相手にはすごい優秀ですけど、まあ、これユニット系の相手にはね、マジで腐っちゃうんで、マジ使いやすさを考えるなら、全然ファイボでもいいと思いますね。なんならファイボとかでも流行ってる時期あったんでね。さあ、いやー、300沼ったからな、取り返したいですな。
まあ、ファイボの方が使いやすいんですけど、ファイボだと、やっぱね、施設相手に限界があるんですよね。突破できないっていう。そう、だから、クエイクで、ユニット相手きつくなるけど、ユニット相手頑張って勝って、施設にも勝つっていう。まあ、ファイボでね、こう、楽に使うか、クエイクで全てに勝ちたいかってやつですね。さあ、とりあえずどうしようかな。いや、このキョロイ、あるのか。今、メガナイトがね、結構いるんですけど、それに強くて、ロイホグにね、勝てないらしいんですけどね。まあ、迫撃とかも流行ってるから、迫撃系には、まあ、ちょいちょい勝てそう。よいしょ。あ、着衣。いや、着衣。あ、着衣辛くね？まあ、キョスケできるんでしょうね、もう。徹底だと思いますね。それ以外で受けれないので、結構削られちゃうしな。うん。あ、来た。メガラム。しかも、流れが、まあ、ゴルムを捨ててね、ナイス爆破、プチ爆破ですね。で、これライトニングなので、流行りがこれが強いんでしょうね、多分。このお歩くんだ。で、ここでやばい、え、ちょっと待って、やめて、もう一回殴んないで。あー、今殴んなかったらガチ熱かったのにな。これ行っていいんじゃない、やばい、行っていいのか、際どかったけど。あ、待って。あ、それ先行やばい。ガチやばい。まあいいや。うん。エレスピとタルで耐えて。いや、これでも、バカ入る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 。めっちゃやるやん。いいね。いや、いいよ。いや、これは、多分、相性がいいやつですね。おーい。環境のこのね、メガラムライトニングに勝てるんでしょうね。まあ、ザッピー、あと、キョスケもね、別に強いわけじゃないんですけどね。なんか。特別強いわけじゃないんですけど、メガナイトに対してただ相性がいいっていう、そういうことで、相手ライトニングなので、もうザッピーとか固めとけばいいんですよ。まあ相手は逆サイブッパとかもあんのかな、どうなんだろう。でこうやって突破できないですからね、確定で。とりあえずもうちょい真ん中でもよかったかな。で、タルぐらい出してあげて、あの、アチャクイをやりにいってほしいな。ここで別に無理に僕ね、やりに行かなくていいんです。もう一回来ちゃうよ、キョスケくん。で、はい、ここで、まあ、無理に行かなくていいんだよ。これやばいよな、キモくね。やばいやばいやばい、待って待って待って、範囲が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 すごい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 、行ってこい。あ、これさ、やばいよ、もしかして。やばくはないやろ。オッケーオッケーオッケー。ああ、めっちゃいい目がないって来た。それでも14秒だ、14秒だ、クイック圏内だ。さあ、これでカウンター来て、本当はやばいやばいになるかもしれないんですけど、言うて、トリトンで真ん中引っ張って、キョスケがね、フィジカルタフ。オーケー。さあ、ナイス。うわ、でかいでかいでかい、マジで。これあるな。トロ戻せるかもしれない。なんなら、なんなら今季キョロイでトロ上げ説も、ちょっとだけ出てくるね。沼からの2連勝。でかいな。さあ、よろしく。何回なんだろうな。まあ、ゴレとか、ゴールとかやっぱ引きたくないよねっていう感じかな。光栄が止まんない気がしますね。どうだろうな。うん。前までキョスケの爆弾これで強かった考えたらさ、相当強えよな。ね。これでキョスケの爆弾で光栄何でも飛ばせたんでしょ。化け物じゃない。さあ、暇のクエイクでカード回しというか、相手のデッキわかんないんでね。やなめ。うん。まあ、暇だからロイぐらいいっちゃうか。あー、まあ。ガゴ。暇っすね。ハンター出しちゃおう。うん。さあ、インドラー。まあ、インドにはザッピア出たいね。相手のスペルがね、まあ、ラバーはファイボだと思うんですよ。基本。さあ、ファイボ打たれる。よいしょ。オーケー。いや、いいよ。まあ、ファイボ、ちょっとだるいけど、ハンターが残れば、まあ、あとは回転早いから、ハンター、ザッピー、エレスピタル、まあ、なんかもう一個適当にトリトンとかでカード回しして、もう一回対空回せるんで。今、ガゴいないっしょ。インドラか？とりあえず回して、
ロイザッピー組めたら熱いんやけどな。かぶるよ。あー、それか。いや、これ渋いな。どっちから出すかだな。このザッピーでもガン無視されるかも。あ、ラバ殴ってる。やばいやばいやばい。え、待って、トリトお前固まってる。おい、トリトお前裏切ってんな。お前裏切りやがったな。これやばいな。ちょっと待って、トリトお前、あ、トリトお前何やってんだ、そんなとこで。ちょっと待って、トリトマジで何やってんだよ。いや、さすがに突破できる。トリトン、あ、トリトンいなくなってる。殺されたか、もしかして。いやー、このザッピーはいらねえなー、多分。欲張り、欲張りザッピー。まあまあまあ、ちょ、トリトン、あの、固まんないお前。でも今インドラいないから、これチャンスっすね。いや、チャンスなんですけど、ユニットで攻めていい気がするな。バルーンハンター当てれればな、落とせるからな、ぶっちゃけ。耐える。オーケー。いや、ここ強すぎ、行きたい。熱い。いや、この形強いぞ。相手これ結構防衛だるいぞ。ハンター壊せ。いや、インドラー。あ、でもここでロイも熱い。今相手インドいね。いや、熱い熱い熱い。これ止まんなくね。あー、いや、止まる。お、ほら外れてたの一発。いやー、このザッピーミリーでかい。クイック打って、これ、キョスケザッピーさては強い説ある。で、ガゴ、溶かす。え、キョスケの受けが相手きつそう。マジで、熱い熱い熱い。さあ、真ん中ロイとか行っちゃって。調子乗り気味でね。オーケートリトンくん、固まらないでおくれよ、怖かったよ。ぬーん、でかい、でかい。いや、ラバル勝てたの普通にでかいな。さあ、いや、沼をね、戻せるのマジでかい。いや、ちょっと低めの人来たっすね。ラバー、マジか。ちょ、橋前今日ヤンキーかな。トリトンでよかったかな。おー、やべ、全部来る、これ。ガチで全部流れてくんじゃん。これ、端前トリトンでよかったっす。もったいね。いて。まあ、これは、ハンターで遅れて対応してあげて、まあ、インドラが多分いると思うんですよ。いや、LSP だけでもよかったかもな。うわ、でかいでかい。ヤナアメ型でかい。あ、でもヤナアメザップとかじゃないのかな。ヤナアメファイボ。あ、ヤザですね。ヤザなので、まあ、ザッピーは処されます。だが、しかし、ハンターは生きると。で、インドラですね。昔のラバルですね。ババめんどいな。なんか最長。ああ、どうさ行くんのか。まあ、キョスケ蓋して、ババで抑えられてかな。タルまでやればよかったかな。いや、これいらんかったな。タルだけで許容すればよかった。バルン来る。いや、これ耐えれそう。
でかい。いや、しかもここで、これさ、相手のババを突破できねえんだよな、でも。トリトンタルババで今いけるのか、際どいラインでしたね。問題こっちのダメージが入んないです。いやー、まあまあ。これが激アツだね。ワンチャン突破していい。よしよしよし、熱い熱い。ロイまで行っちゃう。いや、クイックでよかったか。いや、でもこれ入るんじゃない一発。オーケーオーケークイックのオーケーオーケークイック。ふぅ、怖い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 。ラバー意外とでもなんとかなるな。ハンターそこそこに強いですね。さあどうしようか。ザピオくん、おほぐきた、でかい、もうマジででかい。いや、このさ、初手ほぐやめた方がいいっすよ絶対。うん、得がないっすよね。得があるかもしれないけど、相手がたまたま取り根持ってないとか、なんかそれで負ける方が多分多いと思うんですよ。さあ着いい、あ着いい、アチャクイ、アチャクイアイゴレのホグか。いや、ちょっとレアっすね。一応縦線型みたいなのはいるっちゃいるけど、いや、ここに飛ばしてくんのファイブウッズやな、それ。いや、結構チンパンっすね、立ち回りが。これやばいかな。2.6 ホグの圧着衣型みたいな。いや、きついな。圧着衣厄介だな、マジで。またホグな。いや、ウッドがいいな。いや、これ、タルサってウッドの方が強い説あるな、マジで。うん。さあ、一旦同性合わせ。キャスケの爆破な。まあ、強化したら強化したら強くなりすぎちゃうっすね。ちょうどいいところがむずいっすよ。まあ、ザッピーどうせ5打たれるかな。フィジカル完封だね。おい、熱い。で、これ逆いっちゃいます。打ってもう一周ワンチャン回んのか。いや、これキョロイ側が意外と入ったりします。でかいでかいでかい。いや、でかい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 。いや、このキョスケハンター強えな、マジ。キョスケハンター説あるな。ちょっと高めでキョスケハンター組んで同彩だとね、やっぱ範囲攻撃でいかれるんで、逆サイロイが熱い。マジで。同じ。あ、これ無視でよかったな、マジ。無視で許容で。グッドゲーム GG だった説もある。さあ、まあ、でもロイクエイク打ち毒みたいなのか。いやー、うまい、それは。え、だから、あっちゃくになんかバカでこっち寄ってきたくない今。なんで？うーい、ねじ込み一発。さあ、グッドゲームです。ナイス？いや、いいな、これ。使いたくなるな。でもウッドでもいいかもな。はい、というわけで今日は懐かしのキョロイやってみたんですけど、え、結構前そうな、はい、気がしましたね。で、まあ個人的にはファイボの方がね、おすすめではあるので、まあぜひ皆さんね、はい、まあクイックとでも強いので、クイックとファイボ型はぜひやってみてください。よければチャンネル登録もね、よろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。